デジモン15周年おめでとうございます。ファンの皆さんもおめでとうございます。一緒に歌ってください。逃げたり諦めることは誰も一瞬あればできるから、歩き続けようよ。君にしかできないことがある。青い星に光がなくせるように、掴め描いた夢を守れ、大事な友を、たくましい自分になれるさ。知らないパワーが宿る、ハートに火がついたら、どんな願いも嘘じゃない、人からうから。いくぞみんな、 Show me your brave heart。 おっ、来い、よしよしよし、はい、みんな元気だった。晴れの日ばかりじゃないから、たまに冷たい雨も降るけれど、傘広げよう。行き方に地図なんかないけど、だから自由、どこへだって行ける、君も。風より速く目指せ、空より遠く、新しい自分になれるさ。知らない勇気が眠る、ハートに気がついたら、胸の中の土砂降りもきっと止むから。 Show me your brave heart。 Woo!守れ、愛する人を、たくましい自分になれるさ。どうせ弱気な君を崩せ、ぶつかる壁を、熱い鼓動を武器になるから、 Believe in your heartしましょう。みんなデジモン大好きですか？俺もデジモン大好きだ。ありがとうございました。01お台場、今冒険が進化する、とうとう始まりましたね。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございます。もうね、観客の皆さんのお気持ち十分わかります。もう本当に冒頭のカウントダウンから、ね、ブレイブハートまで本当すごかったですね。あの悪本のちょっとごめんなさいね、本当に真面目に司会やってるつもりなんですけれども、もう
アグモンのおなじみのセリフの15周年バージョンから始まりまして、なんと宮崎あゆみさんシークレットゲストとしてライブ披露してくださいました。ありがとうございます。ああ足が震えちゃって。さあ、ありがとうございます。さあ、テレビアニメデジモンアドベンチャーはですね、初めて皆さんの前に登場したのがなんとまだ時代は20世紀1999年のことでした。あれから15年、デジモンアドベンチャーは皆様の変わらぬ愛情と応援のおかげをもちまして、今年アニバーサリーイヤーを迎えることができました。本日は15年分の感謝をギュギュッと込めて、デジモンアドベンチャーのこの聖地でもあるお台場より素敵なメモリアルステージをお届けしてまいります。さて本日のイベントですが、おかげさまで非常に多くの方々から参加のお申し込みいただきました。おそらくね、残念ながら会場に来られなかった方、そして日本中のデジモンファンの皆様も数多くいらっしゃるということで、そんな皆様も一緒に楽しめる方法はないかなと考えまして、今日はイベントの放送ニコニコ生放送でライブ配信しております。ニコニコ生放送をご覧の皆さん、こんにちは。もうね、本当に全世界に生配信ですから、おそらく世界中のデジモンファンも一緒にご覧になっていると思います。こんにちはとかハローとかグデンタークとかボンジュールとか、多分ね、いろんな挨拶あると思うんですけれども、皆様とはぜひこのコメントでイベントを盛り上げていただけたらと思います。さあ、そして本日8月1日のためにお台場に集結した熱いデジモンファンの皆さん、15周年プロジェクト事務局より一つだけお願いがございます。15年もの間アニメーションの舞台となったこの場所でデジモンアドベンチャーを盛り上げていただいて、本当に本当に大変嬉しく思っております。けれどもですね、皆様が集まる公園や道路などは公共の施設です。ですからこう利用する方全員が気持ちよく過ごせるようマナーを守ってのご利用をどうぞよろしくお願い申し上げます。今年だけではなく来年も、そしてその先もずっとずっとデジモンが皆様に愛される作品でいられるよう、どうか周りの方々へのご迷惑にはならない節度ある応援をよろしくお願い申し上げます。いや、最後に申し遅れましたがすみません、冒頭からちょっと取り乱してしまいました。本日司会進行を務めます松沢千明と申します。私事ですが本当にデジモンアドベンチャー大好きでして、リアルタイムで見て、そして、ね、家で普通に DVD であったりビデオでも見て、10周年でも見て、毎年お台場訪れてというこうね、なんかこう若干ここに立っていていいのかなって思うくらいちょっと申し訳ない気持ちもありつつも、こうして司会としてステージに立つことができるのは本当に本当にもうね、言葉では言い表せない気持ちがたくさんあります。今日はこうして私も、そして会場の皆様と同じく、そしてモニターの前にいる皆さんと一緒に選ばれし子どもたちになった気持ちで一緒にお祝いしてまいりたいと思いますので、どうぞ、こんな私ですがどうぞ最後までよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、早速まずは超スペシャルなゲストをお招きしたいと思います。最初にご登場いただくのは、歴代のデジモンアドベンチャーを素晴らしい楽曲で彩っていただいたアーティストの皆様です。大きな拍手と歓声でお迎えください。さあ、先ほどオープニングで素敵なライブを披露してくださった宮崎あゆみさん、そしてデジモンアドベンチャーシリーズのエンディング曲を歌われたエイムさん、そしてオープニング曲を歌われた和田浩二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごーい、いや、歓声がすごいですね。今日は本当にお越しくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にね、よろしくお願いします。和田さん、早速ですが、その今日のお召し物はこれかっこいいでしょこれもしかしてあれですか、ベルゼブモンですよね、この真夏に。真夏にですよ。ですよね、暑くはないですか、ね、いやいや、もう暑くはないですよ。なるほど、これすごい、これここ展示してあるんですよね。ですよね、会場外にも、はい、展示しておりました。ここがかっこいいんです。あ、見えるのかな。本当こちら見えますか。
トレードマークが、はい、かっこいい、これがすごいかっこいいんです。ではそんなベルゼブモンジャケットをまとった和田さんと、そしてエイムさん、宮崎さんとともに、こちらイベント進行してまいりましょう。話伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。さあどうぞお座りください。するのが大変です。もう早くも泣いちゃったもんね。ねえ、早いですよ。もう私泣けなくなりました。冒頭からでしたから。さあまずはその冒頭、宮崎さん、ブレイブハートをもう、はい、なんて言ったらいいんでしょう。すごい込み上げてくるものがありましたね。大丈夫ですか。大丈夫。本当ごめんなさい。いやいや大丈夫ですけど、はい、僕もすごい込み上げてきて。ですよね。はい。です。はい。です。後ろに絵が、ね、出てきた時に。もうどうしようかなと思っちゃいました、どうしたらいいのかなって私もすいません思ってしまうくらいで今日のイベント本当に本当に待ちに待っていた皆さんの前で披露されてみて改めていかがでしたか。本当15年前に歌った時の緊張感が未だにやっぱりあるんですよ。で今日もすごくカウントダウンが始まった時にもうドキドキしちゃって、でももうお客さんにいつも救われてる感じです。本当ありがとうございます。もうありがとうございます。泣きそうです僕も。確かにもう冒頭からお客様もヒートアップされてましたからね。そして宮崎さんに続いて和田さんもこれまでにも特に精力的にいろいろな場所でこうデジモンファンに向けたライブされてきましたが、はい、15周年を迎えて改めて今の気持ちっていかがでしょうか。いやもう本当純粋に嬉しくて、今こういう場があるっていうのは皆さんが15年間愛してくれて、で支えてくれて、それをずっと応援し続けてくれたからこそ今が、あると思っています。本当に皆さんに感謝です。ありがとう。ありがとうございます。本当にね、和田さんの曲もこういろんな方に愛されてますから、はい、特にデジモンアドベンチャーってやっぱり名曲揃いなんですよね。そういった意味では、本当に宮崎さん和田さんに引き続きエイムさん、やはりこうエンディング曲も歌われていまして、はい、そしてご存知の通りエイムさんといえば立川ミミちゃんですよね。はい、はい、今日ちょっとミミちゃんっぽい服を着てみました。ミミちゃんかわいい、かわいい。じゃあミミちゃんで、みんなおひさん立川ミミです。今日は最後まで楽しんでってね、よろしく。かわいい、すごいね。やられちゃって、ありがとうございます。まあね、本当にすごい一気にハッピーオーラが出ましたね。さあエイムさんは歌手としても、はい、そして声優前田愛さんとしても参加されたデジモンアドベンチャー、はい、こちら15年振り返ってみていかがですか。そうですね、やっぱり15年って結構長いと思うんですけど、なんだかあっという間でもあり、なんか昨日のことのようであり、なんかなんだろう、15年前初めてアフレコ現場に行ってドキドキしながらミミちゃんの声を出した時のこととかも、やっぱりなんだろう、15年前なんですけどすごく昨日のことのようで、やっぱり、うん、やっぱなんか鮮明に覚えてるなって思います。なんか歌もね、制作発表の時のこととかもやっぱりね、なんとなく覚えてますね。もう15年前ですけどね、そんな月を感じないというか、まさかこうしてこういうステージに立たせてもらえると思ってなかったので、ね、15年経って、はい、はい、なのでやっぱりこうやって暑い中ここに会場に足を運んでくださった皆さんや、もちろんニコニコ生放送を見てくださってる皆さんのおかげだなって、ね、しかも世界中で応援してくださっているので、本当にデジモンアドベンチャー、まあ、デジモンシリーズすごい作品に関われて本当に幸せです。皆さん本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。さあそんなお三方にはですね、このデジモンアドベンチャーの好きなところというのをズバッとお伺いしたいのですが、はい、まずはじゃあ宮崎さんいかがでしょうか。はい、もうちょっとここで話し始めたらどれぐらいかかっちゃうか分かんないぐらい、はい、全部が好きなんですけど、やっぱりデジモンで多分他のアニメと違ってすごくもういろんなこう兄弟の愛情だったり家族の愛情、家庭環境が結構複雑な主人公たちもいるじゃないですか。その中でこう絆みたいなものとか、あとみんなで冒険してて何かをこう成し遂げるみたいな、本当そういう愛にあふれた作品だなってところはもうやっぱり
ドデキですよね、うん、大丈夫ですか。あります、大丈夫です。なんか今思い出してましたよね、いろいろ。すごい、もうなんか脳裏にすべてこう焼き付いてるので、さまざまなシーンがね、蘇ってきて、ね、うん、本当に宮崎さん、すごい言ってること染みてきました。あ、よかったです、それなら。すいません、はい、また涙が出てきて、ね、あの一方で和田さんもいかがでしょうか。僕あの印象的なシーンとして、はい、やっぱりあのパタモンがエンジェモンになる時なんですけどね、あのなんで僕だけがっていうシーンがあって、で、あのこう握りしめられて、そこで光パーってなって、うん、ね、で出てきたって、あんなかっこいいエンジェモンですよ、うん、あの一気にファンになりましたけどね。あ、まさか和田さんがエンジェモン推しだったとは。エンジェモン大好きです。あのシーンは本当にすっごいグッときましたよね、はいはいはい。そう、一方でエイムさんはいかがでしょうか、はい、やはりこう作品のキャラクターとしても携わってきたものだと思うので、はい、うん、いろんな思いがあると思うんですけれども、はい、うんうん、そうですね、あのやっぱり何ですかね、友情愛情、なんかとにかくいろんなものが、いろんな要素が詰まっていて、でみんなが7人、まあ、8人が主人公っていう形で作られていたので、それぞれなんかこう自分に、あ、すごく自分と似ているなってキャラが必ず一人はいると思うんですよね。なんかその中で、まあ、アフレコ現場は結構大変で当時まだ3本しかマイクがなかったと思うんですけど、まあ、7人、まあ、途中で8人になりますけど、7人プラスパートナーのデジモン14人で3本のマイクに一斉に入るっていう、そういうことがあったりとか、でその後に自分が喋らなきゃいけなかった時に、このマイクに私入れるかなっていうすごい緊張感とか、あと朝に収録をしていたんですけど、ミミちゃんって最初の頃いやーとかキャーとか悲鳴が多くって、はい、結構朝から悲鳴って辛いんですけど、うん、なのであの結構鍛えられたりとか、あと悲鳴のバリエーションが増えたりとか結構育てていただいた現場で、まあ、私もそうですけど、あのアニメがレギュラーでやるのが初めてっていうあの人が結構いたので、なんかそういう人たちと、まあ、藤田敏子さんや坂本千佳さんのようにあのベテランの方にいろいろ教えてもらって、でなんかこう太一やみみちゃんたちと一緒になんか私たちも成長していくっていう、成長していけてるっていうのがやっぱり感じられて、うん、なんかそういう意味でもすごく思い入れが深いです。いや、もうずっと聞いていたお話ですね、うん、本当に貴重な裏話続々出てきますが、ね、本当にもっともっとお話を聞きたくなってきたんですけれども、あれあちょっとマイクが、しかしてあらマイクが遠くでね、遠くで、かすかに聞こえるこの声は、もしかして、もしかして、もしかしてこの声は、でももう一回ちゃんと聞きたいな、なんかちょっと小声だったので、なんでだろう、ね、アグモンもう一回あ、言っちゃった、なんで楽しそうに喋っちゃってんのかな、俺たちも行くよ、行こう行こう、この声は、そうです、ここでさらなるスペシャルゲストの方々をお招きいたしましょう。アグモン役でおなじみ声優の坂本千佳さん、そしてガブモン役の山口真由美さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。ようこそお越しくださいました。さあ改めてご紹介させていただきます。アグモン役の坂本千佳さん、そしてガブモン役の山口真由美さんです。お二人とも今日はよろしくお願いいたします。こんばんは。15周年おめでとうございます、私は坂本千佳です。実はあのデジモンのイベントに参加させていただくのは初めてです。初めてです。はい、なんで呼ばれなかったんだろうねお友達もこんなに大きくなりました。今日は15周年、はい、十分楽しんでってください。よろしくお願いします。はい、大きいお友達こんばんは。どうもガブモン役の山口真由美です。今日は楽しんでってください。ありがとうございます。そうそうたる顔ぶれが揃いました。皆さんと15周年お祝いできるなんて本当嬉しいですね。じゃあ改めてどうぞお座りください。実はですね、今日のために坂本さんと山口さん、そして M さんのお三方には、はい、デジモンアドベンチャーシリーズの膨大なストーリーの中から一番思い出のあるシーンをセレクトしていただいております。では早速まず M さんがセレクトされたシーンから参ります。スクリーンの方映りますでしょうか。
いきなりクライマックスですいません。やっぱりね、ここは、はい、ここはちょっと外せないシーンで、うんうん、私ちょうど東映さんに撮影だったか取材だったか忘れたんですけど、行った時にちょうど最終回の絵コンテを切っていた角堂さんが、最後は耳が主役だからって言われて、私その時すごい荷が重くなってどうしよう最後、ね、耳がこれね、帽子飛んでちゃった後だね。そうそうそう、帽子飛んでちゃった、そうなんです。でしかもアフレコの時は全然わからなかったんですけど、はい、オンエア見たらなんとバタフライのアコースティックバージョンがパンってかかるっていう、あれはもう泣いちゃいましたね。泣きましたね、泣きました、泣きました。すごいいい最終回だったなっていや本当よかった、はい。もうね、あそこはね、誰もが本当涙してしまうシーンだったと思います。ジョー顔被ってるよ。そうですね、ジョー見えませんね、顔が。ジョーが大地本当だ、本当だ。エイミさんだけでなく、本当に和田さんもすごく思い入れがあるシーンだとは思います。はいはいはい、レコーディングの時に当時のディレクターがこういうのも作っとこうかっていうことで、アカペラバージョンを作ったんですけど、で最後のシーンを見て、ここでこう来るかと思って、であの時のアカペラがそういう最後の本当奇跡のワンシーンを生んだなと思いましたね、いや本当にいいシーンです。見ていて私たちにとってもきっとね同じように感じていたと思います。さあ続きましてはちょっと急ぎ足になりますが、山口さんのセレクトシーンに参りたいと思います。スクリーン出ますでしょうか。こちらです。ヤマト、ヤマトを説得しているシーンですね。闇に落ちてしまったヤマト。そうですそうですね、そうです。ここはちょっと本当に、ね、ここはそうです。当時はもう一生懸命やってて、なんだかよくなんだろう、もうとにかく説得しようって気持ちしかなかったんですけど、はい、後からこれなんか何年後かに冷静になってみたら、もうなんだかもうすげえいいやつじゃねえかと思ってもうちょっと自画自賛しちゃって、私本当にはもうガブモンほどこうパートナー思いなデジモンっていないんじゃないかなって、ヤマトお前と思って、そうですよね、なんだこいつと思って、この時はでもちょっとイライラしたよね本当にこれはしっかりしろよってね、本当に、本当にちょっとね、台本に書いてあるのであえて言いますけれども、ヤマトがいなかったら俺はどうしたらいいの、たった一人の君と出会うためにこの世界で待っていたのにっていう、このね、いいこと言う、このガブモンのセリフ、もうすごいもうこれね、私もまあすごい新人だったんで、はい、もう初めての作品だったので、デビュー、そうですね、なのでもうね、何度も何度も撮り直してもらいました。何度も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 、すいません、もう本当に申し訳ございません、はいはい、大丈夫よ、本当にすいません、もうお世話になりました。いやだって大御所の方に混じっての収録みたいな感じでしたよね。もうそう、新人ばっかりです。いや新人の方が多いんですよ。選ばれし子供たちも新人で、それに漏れなくパートナーがいますから、そこにまあちょろちょろっとお友達いるんですけど、まあフレッシュな現場でしたわ本当にもう ね私もうすいません、もう、はい、マイクに入れなきゃいけないのに入れなくて、入れないで、もうでもういや私はちかさんにそっとこう、うん、背中を押してもらった手のぬくもりは忘れませんそっと押し、そっとうーって押したもうあーすいませんって思いながら、収録現場でもアグモンとガブモンの結構ね面白いシーンたくさんあるのですけれどもね、いやまあね、さまざまなお話出てきましたが、それでは最後に坂本さんの思い入れの深いシーンをご紹介してまいりたいと思います。さあ一体何のシーンなんでしょうか。こちらです。かわいい、すごいかわいい、大地って言うんですよねやっぱりそうなんですよ、アグモンちゃんはもちろん可愛いんですけど、その前にコロモンって言って、ちょっとずつちょっとずつ進化していっているんですね。そうなんです、やっぱりこの出会いっていうのは私にとってはとてもとても大切、私だけじゃないけみんなおのおの出会いがあるんだけども、そこを大事にやっぱり描いてくれてるのがすごいな、いいなと思っています。特にこうテレビシリーズにおけるやはりアグモンと太一の出会いだったわけなんですけれども、坂本さん自身はアグモンというキャラクター最初の印象ってどんな感じでした。そうですね、はい、私あんまり役作りって考えるタイプじゃないんですけど、はい、まあちょっと直上傾向というか、頭で考えるよりは体でわーっていっちゃうとか、アグモン温度でもバクバクよく食べるとか一つ人よりよく食べるとか、まあ、そんなところを割と自分は寄せていくタイプだとは思っていて、もう分身みたいな気持ちで、でもみんなそうだと思うんだよね、その自分の役に関しては役者みんなそうだと思います。あ、じゃあなんかもうおのずと内側から出てくる感じでしょうか。もう今やね体型もね、うん
今やかます、はい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 、私も体型が似てきました、ね、はい、わかります。皆さん本当愛らしいキャラクターなんですけれども、そう特にね、あのそのデジモンの中で進化ってすごく重要なパートじゃないですか。本当にあの坂本さんにしても山口さんにしてもですね、このアグモンの進化とかって特にどんな感じでした？そうですね、だからコロモン進化からアグモンとかになるのはもう全然いいじゃないですか、はい、でアグモン進化とかもだん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 強くなるし大きくなるじゃないですか、はい、これねほら女の子だから本当そうですね、女子的にはあれですよね、やっぱ強くなくちゃいけないし、はい、もう戦えないって思って、誰かこううんとうんと強くなって超進化とかになったらやっぱりその怖い声の役者さんたくさんいるじゃないですかそういう人がやった方がいいんじゃないのかとかっていうふうに、はい、あの思ったこともたくさんあって、はい、だってビルよりも大きくなったのにもうできない女の子だからとかって、はい、ダダこねたりもしてる。たまり役じゃないですね、はい、全然、ま、大丈夫ですよあれ何言ってんですか本当にそうそう、それでね、それで進化と言いますと、例えば、竹内純子ちゃんのやってた角門、頭道門みたいなやつですね、進化ってかっこよくんだけど言うのが最後、頭道門って、ああいうのは役者殺しでなかなか決まりにくいんですよ、かっこよくと思ったら頭道門ね、カブテリーモンとか ね、 ね、みんなそれなりにやっぱりかっこよく決めたいんだけど、なかなかそこら辺の折り合いが悩みんな悩みながら進化してたのでございます。そうです。いやなんか本当、はい、進化一つでこんだけエピソードが出てくるんだなっていうくらい貴重な、はい、進化は大変です。大変でした、たくさん出てきました。さあ皆さんのベストシーンこの中にありましたでしょうか。まあ、結構ねやはりお家に帰って見返したいなという方もいらっしゃると思うので、その後はぜひ個人的にね楽しんでくださいさあ、あっという間のお時間でしたが、ここでアーティストの皆様とは一旦お別れとなります。和田さんと M さんはいろいろと準備があるということで、はい、後ほどまたよろしくお願いいたしますね。はい、はい、じゃあ後ほど、はい、後ほどです。ありがとうございました。失礼いたします。ちょっとこうスタッフさんの巻いてというね、はい、カンペをよそにすごいお話聞いてしまいましたが、あの坂本さん山口さん、今日イベントの後半戦になんと皆様が待ちに待った僕らのウォーゲームの上映がありますが、やはりこの作品アグモンとガブモン非常に重要な役どころです、はい、お二人からぜひこの作品の見どころを教えていただいてよろしいでしょうか。はい、我々オメガモンになりましたね。だからあの一緒に可愛い女の子が力を合わせて進化するわけですよ。そうです、そうです。女子2人が非力な私たちが一生懸命強くなるために、そうです、あの合体して進化するわけですよ。そうです。あの時あのもうアフレコでせーので2人でね、もうここに力こぶって2人でせーので同時にやったんです。ね、確かにあれでも息を合わせるの、まあ、難しくはないのかな。おのずとやっぱりこうもう私はもうずっともうちかさんのことずっと見ながらもう、そうそうね、お前分かってんだろうもうずっと合わせます合わせますみたいな、ついてきますみたいな感じでずっと見てやってましたね。合わせますって言われてもって感じなのよ私だってもうそれどころじゃないですから大変なんですよ、自分も大きくなるのがね。でもだからそれでやっぱりアグモも頑張んなきゃいけないし、うん、ね、ガモも頑張んないと いっぱいいっぱいに頑張って、そしてオメガモン、オメガモンです。適当にやってたら超進化できないんだ。そう、一生懸命やんないと。それをこう頭に置きつつ、あの一緒にやってるんだと思って見てください。そうですね、このお話聞いた後だとかなりオメガモンの見方変わってきますね。そうですね、私たちこう あれですよ、ね、女子2人がやってるっていうそこですか。そうです、そうですよ。いやいや、でもこう私たち視聴者側というか見ている側は当たり前のようにオメガモンって受け入れていたかもしれないんですけど、奇跡的なものだったんですよね。そうです、もう本当にそうですよ女子、はい、はいね、こちらの方ぜひ後ほどお楽しみください、はい、さあ最後までイベントを楽しんでいってください、はい、さあそして本日のスペシャルゲスト、改めまして坂本千佳さん、そして山口真由美さんでした。どうぞ大きな拍手でお送りください。さてデジモンアドベンチャーといえば、やはり大地たち、選ばれし子どもたち、そしてデジモンたちとの心の交流、そして成長ですよね。そんな人間とデジモンをつなぐアイテムがありました。そうです、あのデジバイスです。
皆さんの記憶にも残っていることと思います。ご存知の方も多いと思いますが、このデジモンアドベンチャー15周年を記念しまして、デジバイスがバンダイより発売されることになりました。本日はそのデジバイスの開発を担当しているバンダイの方をお呼びしています。15周年記念デジバイスの魅力、開発担当の方から直接お話しいただきましょう。それではバンダイの高林さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんはじめまして、バンダイの高林と申します。今日はよろしくお願いいたします。はい、デジバイスといえば、はい、アニメの中では太一たちやデジモンたちをつなぐ絆のアイテムとして、また商品としては、画面の中にデジモンがいてデジタルワールドを一緒に旅をするというあの液晶携帯ゲームでしたね。で今回、15周年を記念しまして、デジモンアドベンチャーをデジモン、ごめんなさい、デジバイスを、はいはい、復刻するという流れで、ちょっと待てい、さっきから聞いてるやてめえこの野郎、棒読み野郎、お前みたいな段取りはな、作った商品なんか認めねえぞ。お前は一体誰かって、デジモン商品があるところ必ず現れ、大暴れ。あの方はそう呼んで、そう、それがこの俺、ボルケーノーだよ。 Yes, I am ボルケーノー。すごい方登場されました。お前この野郎、デジバイスってな、はい、俺が作った商品なんだよ、はい。お前ちゃんとリスペクトしてんのか。もちろんです。というか、本当にあなたはボルケーノ太田さんですか。誰だっつんやってか。そうです、私がボルケーノ太田です。どうも久しぶり。ちょっとだけな、ダイエットしたんで、はい、かなりスリムになりました、ね。はい、痩せたんで分かんないんじゃないかって言ったんだけど、この格好したらもうボルケーノ以外何もんでもねえな。プロテクターがね、はい、完全に。というわけでな、はい、でもリスペクトしてんのかって話です。もちろんです。で今日はそんな太田さんにも分かるように、う、特別なプロモーションビデオを用意してきましたので、マジでご覧ください。どうぞどうぞ。あの伝説のアイテムが15年の時を経て今ここによみがえる。デジバイス15周年記念バージョン。1999年に発売されたオリジナル版のデザインを再現。アニメで活躍したウォーグレイモンとメタルガルルモンはもちろん、オリジナル版では収録のなかった究極体デジモンを保管。その他のパートナーデジモンたちの究極体も収録。さらに劇場版デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームに登場したオメガモンへも進化可能。デジバイス2にのみ収録されていたテイルモンとウィザーモンを新規収録。パートナーデジモンとして仲間に加えられるぞ。もちろんオリジナル版の要素も搭載。振り子機能で歩数カウント。デジモンたちと一緒にデジタルワールドを冒険しよう。またデジモンたちのヘルプ電波をキャッチ、仲間を救い出そう。さらに通信コマンドでバトル。バトルに勝利して次の進化を目指そう。今新たな冒険が始まる。デジバイス15周年記念バージョン。15周年デジバイスで検索。いやー、という感じで、おい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 、はい、究極体まで入れちゃったんだ。究極体まで今回入れました。入れちゃったんだ。入れちゃいました。いや、はい、やるじゃん。おはようございます。おはようございます。で今回、せっかくボルケーノ太田さん来ていただきましたので、ちょっとオリジナル版に関して、まあ、常々、うんうん、僕が思っていたことをちょっと質問1個させていただきたいなと思ってます。答えられないこともあるぞ。あ、もちろん大丈夫か。分かってます、空気読みます。大丈夫、大丈夫、大丈夫。何でも OK。 はい、何でもじゃないですね。
じゃあ、質問1個いきますね。まあ、先ほど究極体ってお話がありましたが、当時、なんで究極体が入ってないのかなって僕はずっと思っていて、アニメの中で究極体が出てくるのにデジバイスに入ってないというこの矛盾を子供心にどうしたもんかと、まあ、ずっと思っていました。俺は今お前のことを究極体入ってると褒めただろ。はい、やった君とやってない俺で、はい、お前それはないだろ。この質問はあまりにもお前ひどいだろお前。まあでも言ってしまうとな、はい、デジバイスで発売したのは7月なんだ。7月でしたね。で、まあアニメは3月からスタートしてると。はい、で究極体が出てきたのはいつだ、秋口だろ。秋口でしたね。秋口だろ、はい、でまあそういう時間軸がある中で、はい、7月に商品売るためには、はい、あそこら辺ね関係者もいるかもしれないけど1月ぐらいに1月ぐらいにもうプログラム内容決めないといけないわけ。そうです、言われるわけ。太田さん決めないと間に合わないっすって言われて。なんでアニメが始まる前にですね。でその時はまだ完全体までしか決まってなかったんだな。なるほど、はい、ということは究極体は、うん、アニメとみんなの力で生まれたものっていうことですか。うまい、綺麗にまとめる、ね、うまいですよ ね, ね, ね悔しいなこの野郎。さすが新幹線お前ちょっとね、はいはい、上げて下げてこの野郎。はい、すいません。今度は俺の方からお前に質問してやるからな。はい、お願いします。これ実は段取り的には2つクイズあったんだけど、はい、ありましたね。時間ないから1個にしたからな。はい、すいません。音響さんよろしくお願いしますよ。はい、はい、というわけでデジモンクイズ第1問来ました。まあ1問って最後の質問なんだけど。はい、デジバイス、デジバイスクリアするとある画面が表示されます。はい、それ一体どんな画面なんでしょうか。確かにこれ意外と難しいでしょ。見たことある人手挙げて。あ、いらっしゃいますね。暗くてわかんねえや。え、でもあ、グラサンしてた。いや答えなんだよ、時間ねえんだよ。はい、あ、ちょっと待ちます。はい、クリアすると、うん、ファイル等のマップ画面が点滅してアグモンが喜ぶっていうクリア演出がある。みんな正解ですか。知らない、知らない。正解なのかな、どうなのかな。ね、その通りだったと。あ、本当に思うんですけども、ね、どうでしょう。でもね、15周年ですよ、デジモンも、うん、はい、15周年ですね。15年前だろ。15年前です、99年、うん、忘れたよ、俺だって。なんだそれ。だけどきっとお前が言うなら正解だ、それが正解です。正解、正解、ありがとうございます。もうね、すごい、お前を認めた、お前のことを認めた。俺最近ちょっと違う商品やってて、たまごっちの先輩的な。たまごっちって言っちゃった。はい、あなたのために For You みたいなことやってるんで。はい、はい、それはちょっと会長、会長、はい、デジモン任せた、はい、お前に任せた、はい、というわけでお前そうだ、お前名前なんて言うんだっけ。高林よしのぶです。下の名前じゃねえよ、上の名前。高林の上の名前で。え、あるだろうな、ボルケーノとかカイゼルとかボンバヘッドとか。お前なんかね、分かりやすい ね、あれがね、あ、昔の人が使って。昔の人って言うな。僕らはみんな生きている。まあ、なんでしょう、もう、はい、バシッと決めちゃいましょうか。 OK、 君、はい、林だろ、はい、はいはいはい、考えたの、木が2つある、はい、木が2つあるから、はい、ウッドウッディ高林だ。うわマジっすか。なんかすごい、ウッドウッディ高林です。微妙ですよ。微妙。さあ、じゃあ最後に、はい、彼の名前が変な名前で決まったところで、ね、最後、経験的にね、はい、僕はバトル大会の時必ずやってたやつ、はい、覚えてる人いるかどうかわからないけれども、はい、やりましょう。バトルアイコンセットしてって言ったら、せーの、バトルスタートって手を振り上げてほしい。はい、やってくれるな、みんな子供じゃないんだからな。オッケー。配信 の, パソコンの前のモニターのみんなも、家だけど大きな声でやってください。はい、はい、バトルスタートです。じゃあ一回だけ練習やりましょう。はい、はい、バトルアイコンセットして、せーの、バトルスタート。よし、次本番だ。本番いくぞ。バトルアイコンセットして、いくぞ、せーの、バトルスタート。ありがとうございました。ありがとうございました。ボルケーノ太田さん、そしてウッドウッディ高林さん、ありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。なんかこう不思議な賑やかなステージでしたね。こう新作デジバイスは会場の入り口にも展示しておりますので、ぜひ皆さんお近くでご覧になってください。さあ、いよいよお待ちかねです。続きましてはデジモンアドベンチャースペシャルライブです。皆さん盛り上がる準備できてますか。最初はどの曲が来るのかなと思いきや、皆さんみんな大好き、私も大好きなんですが、あの曲です。それではこの方の登場です。皆さん盛り上がって
ドベンチャー立ち向かおう恐れることはないマイフューチャー乾いた喉に潤いをくれる Your Smile 心の奥に住んでる弱虫な自分に別れ告げまた一つ強くなれるはずさ今こそ飛び立つ勇気を持って心の羽広げてまだ見ぬ未来へ今から果てしない空へ向かってまだ始まったばかりさ夢への冒険だらら一緒にラララララララありがとう君の手を握った後に運ぶから声と笑顔が眩しいパラダイス暗闇の中迷っても諦めない負けないさ一つの光を見つけられるはずさ涙を見せる暇はない今から涙は見せない今日こうして15年目にして皆さんとラララを一緒に歌えて本当に幸せです。どうもありがとうございました。あ、嬉しい。ではではですね、スペシャルライブということで私だけというわけにはいかないのでね、まだ歌ってない人といえばあの人ですよね皆さん元気にお名前呼べたりしますか？呼んでくれますか？
じゃあみんなでニコ生の皆さんもあの弾幕やっちゃってください。じゃあ和田さんでいきますかね。あの元気なかったら多分和田さん出てきてくれないと思うので、今日一の一番大きな声で和田さんを呼んでください。じゃあいきますよ、せーの、和田さん。どうだ、まだじゃないかな、まだな。足りなかった。みんなもっと進化して究極進化でいきますよ。じゃあせーのでいきますね、せーの、和田さん。ありがとう。よかった、出てきてくれて。もう最高の仲間ですね。ねえ、すごいですよね。ねえ、もう本当にこう15年愛してくれて、うん、僕らもこんなに愛される作品に関われて、ね、本当です、うん、幸せですね。幸せですね、うんうん、でまたこれから今日がまた15年先に行ける、ね、そんな今日始まりにしたいなと、ね、思います。まだまだ冒険は進化しますよ。そうですね、うん、ね、今日はね、あの進化を刻みたいなと思いますね。そうですね、はい、いや何より私はまたこうして和田さんと一緒にステージに立てるってことがね、本当に嬉しいです。ね、久しぶりですもんね、はい、まあ、ね、もう、うん、もう泣きそうです。泣いちゃう、泣いちゃう感じ、泣いちゃう感じ、ね、もうあの本当5年6年ぶりぐらいですよね、うん、ね、本当にね、もう本当なんか、うん、いろいろあってここまで来て、うん、本当に、またこうしてみんなが祝ってくれて、嬉しい、僕らにとっても、うん、みんなにとっても、うん、今ね、ニコ生で見てる、うん、ね、みんなにとっても最高の一日に、うん、なるんじゃないかなと思います。そうですね、嬉しい、嬉しい ね、 ね、泣きそうだ。もうほぼ泣いてるけど、ね、ほぼ泣いてないです、ね、もう泣かないもん、泣かないもん。いやでも本当にありがたいです。この先もね、こうしてまた皆さんと笑顔でお会いできるといいなって思っておりますの で、 そうです、ね、どうぞついてきていただけると嬉しいです、はい、よろしくお願いします。じゃあ社長歌っちゃいますか。はい、行きましょうか。じゃあ皆さん盛り上がってくださいね。じゃあこの曲です、和田浩二でターゲット赤い衝撃。ハーレスエピソードでパーリー始めたストーリー、赤くて一つ目開ける、チェックアーケードはトレンドになったポールガンアイス、僕らの手で救ってそう、半年なく続く坂道を今思い切り語るでサンポールベイエイエイ、立ち上がれ勇者は僕の中にいる、そう見えて強くて上がる、負けるわけにはいかない、燃え上がれ鼓動は胸を焦がしてる、忘れられた舌取り戻しに行くんで、熱いバトル起こせ、限界まで高まってきてエナジー、引き金引く時が来た、数えてる虹の架け橋を今追いかけて枯れ死してファンロケイエイエイ、立ち上がれ天使は僕の中にいる、染まり枯れて上がる、逃げるわけにはいかない、燃え上がれ星は胸を焦がしてる、枝分かれした道迷っていられないで、熱い火花散らせ、
流れ天使は時のそばにいる。壊れそうな夢を守らなきゃいけないんだ。立ち上がれ勇者は僕の中にいる。そびえて立ち上がって負けるわけにはいかない。燃え上がれ鼓動は胸を焦げしてる。忘れられた下追い戻しに行くんで、熱いバトルを起こせ。ありがとう。もうみんなの勢いに飲み込まれそうです。ちょっとだけ水飲ましてよ。でも本当に15年って長いですよ。15年本当に愛し、そして支えてくれた、支えてくれて、本当にありがとう。さっきも言ったように、今日またこれから始まる15年、になる新しい日に、今日をまたしたいなと思います。そして、15年の感謝を込めて、この一曲を送ります。みんな舞い上がれ、バタフライ。会場もニコ生で見てるみんなも歌え。の蝶になって地図な風に乗って、今すぐ夢に行こう。余計なことなんて忘れた方がマシさ。これ以上しゃれている時間はない。何がボー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 、この空へ届くのだろう。だけど WOW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  明日の予定もわからない。 GO! 無限大な夢の後の何もない世の中じゃ、そうはちゃいとしに思いも負けそうになるけど、どうしてしかしたイメージだらけの頼りない姿でもきっと飛べるぜ。Oh, my love. 手と蝶になって地図で風に乗って、どこまでも君に行こう。未来のことばって意外に便利だって叫んでる嘘をつけなきゃ。何をボー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 、この街に響くのだろう。だけどボー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 、期待してても仕方がない。みんな来い。夢の後のやるせない世の中じゃ、そうはさ常識外れも悪くないかなって、そんなイメージを止めた逃げ散らすさでもきっと飛べるぜ。Oh, ありがとう。
なりやぞ。おい、もっと来い、もっと声が出るだろ。11日に15周年のライブで待ってるからね。じゃあな。ジャナさん、いやー、デジモンアドベンチャースペシャルライブでした。もうすごい盛り上がりでしたね。歌を聴くたびにちょっと涙ぐ自分を何とかしたいです。さあ、ここでですね、なんとアグモンも遊びに来てくれました。どうぞ。すごい大人気ですね。よろしくお願いします。さあ、アグモンもライブの興奮冷めやらぬといった感じでしょうか。ちょっと会場内かなり駆け回る感じになっております。ではこちらのアグモンと一緒に続いての企画参りたいと思います。アグモンよろしくね。では皆さんご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、アニバーサリーイヤーである今年はデジモンアドベンチャー15周年アニバーサリープロジェクトと題して、新デジバイスの発売をはじめ、さまざまな企画やデジモンに関するニュースが続々と届いております。ここからは一挙に発表してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。アグモンもよろしくお願いします。さあ、それではまずよろしいでしょうか。本日発売、デジモンムービーソングコレクション CD 発売のお知らせです。さ、こちら本日8月1日よりデジモンアドベンチャーシリーズはもちろん、テイマーズ、フロンティア、セイバーズなど、なんと歴代のデジモン劇場版8作品の主題歌や挿入歌を集めた初のベスト版が発売となりました。あ、これ嬉しいですよね。もう私、気持ちは観客席です、完全に。でこちらの収録曲はなんと全22曲豪華2枚組となっております。今スクリーンに出ていますが、ジャケットのデザインがデジモンムービーバージョンとオメガモンバージョンの2種類。これね、どちらも粋な計らいですよね。皆さんどちらがお好みでしょうか。ちょっとどちらも買う方が多いのかなと。さあ、こちらデジモンムービーソングコレクション CD は本日劇場外のショップでも販売しております。でこの会場で CD ご購入いただいた方には特典として、なんと限定デザインのポスターをプレゼントしておりますが、本数が本当に本当に残りあとわずかでして、ちょっともう劇場を出たら残っているかどうか分かりませんが、ちょっとね、ぜひご購入の際は皆さんぜひチェックしてみてくださいね。さあ、続きましてはこちら、
バンダイナムコゲームズからあのゲームのお知らせです。2015年に発売予定のプレイステーションビータ専用ゲームデジモンストーリーサイバースルース、こちらの最新プロモーションムービーが届きましたのでご覧いただきたいと思います。それではどうぞスクリーンにご注目ください。アグモンが、ね、たくさん登場してきましたから、こちらデジモンストーリーの最新作デジモンストーリーサイバースルースがプロモーションムービーご覧いただきました。非常にこう気になるストーリー展開でしたが、ぜひこちら PS ビータデジモンストーリーで検索してチェックしてみてください。さあどんどん参りますが、続いてですが本日初解禁となるニュース、ここで発表したいと思います。もうね、本当に私アナウンサーずっと続けてきてこんな嬉しいニュース読むの初めてかもしれません。どうぞ皆さんスクリーンにご注目ください。さあデジモンファンの皆さん、お待たせいたしました。もう本当に待ってました。こちらテレビアニメ生誕15周年を記念しまして、東映ビデオよりなんとデジモン映画全8作品を収録したブルーレイボックスの発売が決定いたしました。ブルーレイなかったものが多いですからね。発売日はこちら2015年1月9日、1999年から2006年に東映アニメフェアにて公開された全8作品がコンプリートです。そして特典も超豪華です。はい、こちら1999年から2006年に東映アニメフェアにて公開された豪華特典としてデジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームのサントラ CD のほか、イベント用に制作された 3D 作品デジモンアドベンチャーデジモングランプリ、そしてデジモンセイバーズデジタルワールド危機一発をブルーレイ 3D で収録したボーナスディスクもプレゼントいたします。いやこれはねもう本当に本当に嬉しいお知らせです。こちら詳しくは劇場版ブルーレイボックスについては東映ビデオの公式サイトをチェックしてみてください。さあそしてさらにさらにビッグニュース、これだけではありません。もうねここまで来たらだいぶこう予想ついたかなという方もいらっしゃるかもしれません。もう本当に待ちに待ったニュースです。デジモンアドベンチャー15周年アニバーサリープロジェクト、続いてのサプライズはこちらです。もうねこれはね歓声がね湧き上がりますよね。もうずっと待ってましたね。はい、こちら超待望のニュース、
2015年3月3日ハピネットよりテレビシリーズ全54話すみません全54話とうとう最新技術によるデジタルリマスターでブルーレイになって帰ってきました。もうねもう DVD を購入できなかったという方も多いのですから、これは本当に待ちに待った感じです。いやこちらもですね限定特典かなり豪華な内容となっております。ご紹介しましょう。はい、なんと初回生産限定特典として新作スペシャルドラマ CD がついてきます。いやこれ新作ですよ。今まで私ドラマ CD 全部持ってますけど、新作のストーリーですからこれ本当に気になります。でしかも書き下ろしのアートボックスに収納されたこちらのセット、通常特典も書き下ろしのデジスタックケース2種類やスペシャルブックレットがついてくるほか、あの懐かしいオープニングやエンディングも収録されるなど映像特典も大変充実しております。こちらデジモンアドベンチャー 15th アニバーサリーブルーレイボックスは詳しい情報ハピネットの公式サイトにてチェックしてみてください。いやちょっとね続々と嬉しいニュース出てきましたが、こちらは詳しくは劇場版テレビシリーズブルーレイボックスについての情報はですね、こちらスクリーンに映りますか。会場の皆さんにはデジバイスのフライヤーと同じくお帰りの際にお渡しするお土産袋にも入っております。ぜひこちらねもう終わった後もぜひぜひ細かくチェックしてみてください。さらにお土産袋にはイベント完全オリジナルのクリアファイルやマウスパッドなども入っておりますので、いやこちらね会場に来られた方のみの限定アイテムですので、ですのでどうぞですのでごめんなさい、いや私もこれもらえるのかなってちょっと頭よぎってしまって、ぜひこちらねお帰りの際にはお忘れなくどうぞお受け取りくださいね。いやさあもうね続々とちょっとすいません足が震えちゃってここからはですねただいまよりプレスの方向けのフォトセッションに参りたいと思いますので、今しばらく準備が整うまで会場の皆様にはお待ちいただきたいと思います。さあ会場の外にもねいくつか表示してありましたポスターのあのパネル、この前で皆さんフォトセッションしていただきたいと思います。これヤマトと太一で2つのパネルが1つにくっつくってすごい仕掛けですよね。やっぱりデジモンアドベンチャーというかデジモンというのはシリーズ今までたくさんあるとは思うんですけれども、やっぱり、ね、今日のアグモンに代表されるようなデジモンアドベンチャーが一番思い入れが深いかなとは思います。さあ準備が整いますまで今しばらくお待ちください。アグモン呼ばれてますね。なんかいろんな方向から呼ばれるのでちょっと大変かもしれませんが、ぜひちょっとアグモンと接触を試みてみてください。さあそれでは皆様よろしいでしょうか。改めましてここで今一度本日のゲストの皆さんにご登場いただきましょう。改めて大きな拍手でお迎えください。アグモンも一緒に。プレスの皆様はお席をお立ちになって構いませんので、どうぞ真ん中の方へお集まりください。さあただいまフォトセッションの準備を行っておりますので、観客席の皆様は今しばらくお待ちください。本当ちょっと私も読んでいてお伝えしていてお知らせがたくさんありましたので、改めて皆さん頭の中で整理してみるのもよろしいかなとは思います。ではちょっと名残惜しいところなんですけれども、アグモンはここで一度お別れとなります。そうですよね
はい、ですいません、アグモンに関しては非常に心苦しいお願いなんですけれども、ちょっと写真撮影の方は禁止させていただいてもよろしい、プレス以外の方のお写真の撮影などはどうぞお控えください、ね、もう お気持ち十分にわかるんですけれども、どうぞアグモンの方は写真撮影はお控えさせていただきます。さあ、フォトセッション開始しておりますが、撮影はプレスの皆さんのみとさせていただいております。ご来場の皆さん本当に大変申し訳ない上に心苦しいんですけれども、携帯電話そしてデジタルカメラなどは引き続きおカバンの中に入れて今しばらくお待ちいただければと思います。アグモンがね、可愛いからそれではプレスの皆様よろしいでしょうか。ではフォトセッションの方開始させていただきます。よろしくお願いいたします。そうですよね、これ目の当たりにすると写真撮りたくなってしまいますよね。ではよろしくお願いします。プレスの皆様そろそろよろしいでしょうか。さあ、フォトセッションの方はそろそろよろしいでしょうか。はい、では終了とさせていただきます。お席の方へお戻りください。どうもありがとうございました。さあ、会場の皆様も本当にご協力のほどありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、名残惜しいところですが、本日のゲストの皆様とはここでお別れとなります。最後にゲストを代表して、では坂本さんと山口さんに15周年を迎えたデジモンアドベンチャーを応援してくれている会場の皆さん、そしてニコニコ生放送でご覧の世界中のデジモンファンの皆様に熱いメッセージを頂戴したいと思います。ではまず山口さんからよろしくお願いいたします。はい、ここに会場にいる皆さん、そして世界中の皆さんの愛のおかげで今日という15周年を迎えられました。本当にありがとうございます。さあ、それでは最後に坂本さんお願いいたします。はい、ここにお集まりの皆さんも小さい時にね見てくれてて、こんなに立派に大きくなって、ここに15年も経って集まれたことを、本当にこの作品に関われたことを誇りに思います。そしてニコニコ動画でご覧になっている皆さんも楽しんでください。ありがとうございました。さあ、ありがとうございました。デジモンアドベンチャー 15th Anniversary Event 0801 in お台場、今冒険が進化する、スペシャルゲストの坂本千佳さん、山口真由美さん、和田浩二さん、エイムさん、宮崎あゆみさんでした。アグモンもね、もうちょっと退場しちゃったんだけど、ありがとうございました。では改めてこのゲストの5人の方に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。それではですね、これよりしばしのお時間休憩タイムとさせていただきます。休憩が終わりましたら、いよいよ僕らのウォーゲームの上映となります。ステージ再開のお時間は8時5分頃を予定しておりますので、遅れないようにお時間お気をつけください。なおフォトセッションで使用しましたこちら
太一とヤマトのバックパネルはですね、休憩の間このままステージの下に設置させていただきます。ですのでご自由にお写真をお撮りいただけたらと思います。まあね、皆さんようやく待ちに待った感じでしょうか。ただ周りのご迷惑にはならないようどうか順番を守ってお楽しみください。そして本日ご来場の皆様には若干数ですがグッズ数種類ご用意しております。ここからの休憩タイムとまた閉園後に販売いたしますので必ずチケットの半券もしくはスマートフォンの半券画像を提示してお買い求めください。残りわずかとなっております。ちなみにですねこれ大事なところです。お隣の売店ではなんとウーロン茶販売しております。こちらですねあの非常に僕らのウォーゲームにとってウーロン茶非常に重要なアイテムです。ぜひあのウォーゲームへの臨場感を楽しみたい方にはウーロン茶おすすめです。でもですねちょっと3杯までかな、ちょっとさすがに飲みすぎてしまってやはり幸四郎さんのようになってしまわないようにお手洗いはどうぞ休憩中にお済ませください。さあそれではステージ再開まで今しばらくお待ちください。そしてこちらのパネルの方写真撮影自由となっております。ご自由にお楽しみください。大変申し訳ないばかりですが CD の方完売してしまいました、ね、ポスターも本当になくなってしまったということで皆さんも本当にご愛顔ありがとうございます。さあこちらパネルが確認されて自由となっておりますので休憩時間のうちにお楽しみください。またお隣の売店ではウーロン茶も販売しております。こちら飲みすぎない程度に水分補給してみてくださいね。